行き止まりか。こいつを使えばいいんじゃねえのか。待って、うっと、脅かすなよ。まずいのかこれ。そうじゃないよ、いるよ、この先に。いよいよだ。この先きっと勝つまで引き返すことはできない。世界と一緒に生き延びるか消え去るかだ。みんな覚悟はいいか。ここまで来たら逃げるわけにはいかねえよな。とっととぶちのめして帰ろうぜ。古き時代を終わらせる、思えば長い道のりだった。まだ終わりではありませんよ。新しい世の中作りが待っているんですから。ダナとかレナとか魔法とか関係ない世界。うん、そのためにも絶対に勝たないとだね。ハルフー、行きましょう。私たち自身の未来のために。何かに支配されたり奪い合ったりしないでいい世界。大切な人と一緒に生きていける新しい時代のために。行こう。レナの花の上か。やっとたどり着いたか。だが精霊の意志の核はどこだ。それにレナス・アルマは。ヘブレクトの35の話ではここが核だってことだったな。リンネル、何か感じないか。どっちを向いても精霊力だらけなのは確かだけど、一番強いのは私たちが踏んでる花だよ。そう言われたってこんなの壊せるわけないぜ。試しにぶったたいてみるか。見て、ナスアルマ、あの光はダナからの精霊力か。だが一体何。気をつけろ、何か来る。Thank you.
これが精霊の意志の核なのか。我々と戦うために実体化したというのか。私の中で間違いないわ。この茨の本体、私の運命、レナサルマがなき倒せないのに、そのレナサルマを飲み込まれちまったぞ。なんとかして切り離すんだ。わかった。実体があるならこちらの攻撃も通じるかもしれない。俺たちに滅べと言うなら、お前と戦う。行くぞ、みんな。俺たちはお前の餌じゃない。操られる人形でもね。人の未来は人の意志で選ぶ。人ならぬものによって決められるべきではない。でもこれ以上奪われたくない。止めるよ、あなたを。悲鳴なき夜、笑いと額の根に満ちた世のために戦おう。帰ってもらうのか。私たちの世界を、私自身の人生を。いや、それ以前から戦う支配を今終わらせる。もう私の手が必要か。生きていく。様子を楽しみ。レンガだ。
私に任せて。宇宙の地を任せてくれ。諦めないで。水の力で僕を止められるよ。ないから。やっつけたよ。凄まじい精霊だ。この力も助けになるなら、私も全力を尽くす。次の様子を知る。攻撃を受けながら、なんという仕事さなのだ。関係ねえさ、向こうが根を上げるまでぶちかまし続けるだけ。セレイが、うかつ、まだ余力を残していたか。やろう、レナサロンを持ったまま逃げやがった。悠長に引き返していては間に合わない。俺たちもこれを使って追おう。ああ、ゾッとしねえけど仕方ねえな。ええ、ここで逃げられるわけにはいかないわ。よし、行くぞ。